音苗寮は日本の律令制において中塚佐賞に属する機関の一つ。占い、天文、字、暦の編纂を担当する部署、裏の司とも、四等官制が敷かれ、音苗を頭をはじめとする幹部職と音苗道に基づく呪術を行う片技としての各博士及び音苗師、その他所務職が置かれた。音苗師として著名な安倍の生命は、 音妙頭には登らなかったが、その次男吉政が昇格している。博士には、陰陽師を養成する、陰陽博士、天文観測に基づく、先生術を講師、教授する、天文博士、暦の編纂作成を教授する歴博士、老国を管理して、時報を司る、老国博士が置かれ、陰陽、天文、暦三博士の下では、学生、特行生が学ぶ。 戦命歴が862年2月3日から1685年2月3日の823年間使用された。ちなみに天文博士は天体を観測して異常があると判断された場合には天文層や天文密層を行う例で阿部の生命も任命されている。明日香時代に天武天皇により設置され、明治2年に時の恩苗党土御門春夫が講じたのを機として、 翌年廃止された。なお、天平法治2年から8年までは、藤原中丸による、官号会役により、大使局と称されていた。なお、日本の恩苗領のモデルとなったのは、党において、天文、歴法、牢国を扱った大使局であったと考えられているが、党では、戦北法術を管轄していた。 ふと占い所に相当する機関が日本では設置されずに本明量の職象に含まれ、しかもこちらの方に重きを置かれたのが特徴といえる。官人の肥大化に伴い本来は因外配置である玄関を完成られた、待遇職のことであったが、後に常設化されると性官と同等か、それに近い権限を持つようになった党が常態化する。スケの権官である。 音ン本助が聖官の音妙女同様16位を与えられて音妙頭の補佐を行うようになり、上も音妙大上と同症状格1名が置かれ、症状は大上を補佐する立場を取ったが官位は双方同格の17以上とされた。木においても角博士を補佐する剣博士が常設化されたが、こちらの官位はすべて 学生博士よりも一段階低く設定され、学生も大学寮の修行生の運用に習って、天文特行生音名特行生歴特行生が、各博士職や音名試職の公認候補として設置された。なお、老国部門に関しては、等と同じく老国博士は設置されていたものの、老国生老国特行生は設けられなかった。 そもそも党の制度では、老国の実務を行う職として、軽坪生、森時、老国展示が別に設けられて、老国博士は、老国生を教育することを専門としていたが、日本の制度では、軽坪生、森時、老国展示が置かれず、老国博士がその任を務め、また本来の老国博士の職将であった、教育対象である、老国生も置かれない、など、 日本と党の制度の間に大きな違いが生じていたが、その事情については不明である。また、書務職においても、文夫と両手のひらが新設された。陰陽姿勢は、文書の副写や領内で、金儀書を届けて回る伝令として用いられたようで、あるが、文夫職は現存する記録が不十分でその実態は、明らかにされておらず。 本来実料で定められた支部の一部が転用されたとする説や、新規に植生として設置されたとする説がある。ありがとうございます。